听说 Akira 为了要揭晓奖项哦，有特别记下五部最佳短片的入围作品的中文念法。大日子，松行，诗鱼，红大梦，推踏士。OK 吗？真ん中見てください。看一下右边。大家好，我是阿基拉。很开心来台湾台北电影节，とても嬉しく思います。今日は参加できて感謝しております。谢谢大家，今天来到台北电影节，很开心，谢谢你们。好，那也想请问一下阿基拉，今天要跟林柏宏一起颁发两个奖项，就是不知道阿基拉对他有没有的印象是怎么样，有没有事先碰过面或是讨论一下？以前も番組で一緒になったことありますし、台湾の中では一番よく合う俳優さんなのかなと思いますので、今日一緒に登壇できて本当に嬉しく思います。我们之前在其他实境秀有一起拍摄过。然后今天可以跟他，也是我在台湾最常见到的演员之一，所以今天可以跟他一起上台，是很开心。好，最后一个，我想听说 Akira 为了要揭晓奖项哦，有特别记下五部最佳短片的入围作品的中文念法，可以跟我们稍微分享一下吗？他的准备？大日子，松行，诗鱼，红大梦，推踏士。OK 吗？台湾的第二，ありますあります。はい。僕、台湾と日本の合作のカノっていう作品も好きですし、ワンユーをハグエ、ベンチャンジャレンダナージェンスは今日ボホンと一緒に登壇するので見てきました。そうですね、もちろん、勉強するというよりは今回普通に映画祭にこう出ている作品なので、やっぱり単純に楽しみながら見て覚えたっていうだけなので、はい、何かこう勉強というよりは、はい、今回の台北映画祭に備えて映画を楽しませていただいて覚えた感じですね。はい。其实也不是说特地在家要去学或怎么样，就是因为他觉得这次要来参加这样子的活动，他应该要好好的去了解这一些作品，所以是特地去查了一下这些作品。另外，阿 K 有参加实境节目，那未来有机会他会想要就是受邀参加就是拍戏或者是演电影这种。そうですね。本当に。いい出会いがあって、なんかね、そういうきっかけがあればもちろん、トライしたいなと思いますし、僕自身もね、映画を作るというところも興味があるので、短編映画であったり、長編であったり、分かんないですけども、いつかね、そういうチャンスが来たら、素敵だなとも思ってます。はい。当然如果有好的机会，我们也很希望可以参加演出。那其实因为本身对制作电影这一块也很有兴趣，所以其实也会考虑比如说以后制作包含短片或是长片。刚刚说你看过台湾的电影吗？志玲姐姐以前有演过电影，她有没有看过？好，谢谢。然后出来拍电影，会不会就是找志玲姐姐来当导演？そうですね。もちろん妻の作品は見たこともありますし、作品にね、その自分がもし作ったとしたら出てもらうかっていうのはそれは分かりませんね。やっぱり妻今はその主婦に専念しておりますし、タイミングというかね、そういうきっかけがあればあるかもしれないですけども。はい、基本はないと思います。对，其实就是当然有看过他的电影，然后会不会找他来这件事，因为他自己现在志玲有说他自己希望是可以多待在家里的，所以也不确定说之后会怎么样。那如果有好机会，或是他有想的话，或许可以就是会考虑。はい、やっぱりあとはその。彼女にね、そういうふうに出演してもらうとかっていうよりは、もしかしたら一緒に
ね、日本と台湾の何か文化交流、日本と台湾の架け橋となるような、そんな作品を、ね、一緒にもしかしたら作るっていうのは可能性はあるのかなとは思いますね。はい、彼女もそういう、ね、あの活動をしてますので、はい、与其说找他来演，应该是比较有机会，是我们两个一起来制作所谓的中台日合作的这种电影这样。